はい、今回はですね、このバーグマン200の燃費について、ちょっとお話したいと思います。僕がね、このバーグマン200を購入したのが去年の5月2日ですね。なんで今12月なんで1年と7ヶ月ちょっとですね乗って、まあ、僕買った当初からずっとガソリンスタンドで給油するたびにもう全部記録こと細かにつけてたんで、まあバーグマン200購入検討されてる方であればね、燃費もねやっぱり気になるところではあると思うんで、まあ僕のね、あの乗り方でどれぐらいだったかっていうのをお話したいと思います。まあ、結論から言うとね、街乗りでリッターだいたい31から32ぐらいですね。で、まあ、僕はあの大阪に住んでて、大阪の市街地を通勤で毎日乗ってる時でだいたい 31.5 とか 32.5 とか、まあ、31前後、その辺をプラスアルファしてる感じですね。でツーリングに行くとだいたい35から38ぐらいが平均的ですね。まあ、そのツーリング行く場所にもよって変わってきたりするんですけど、まあ、大体35から38、いい時で40ギリギリ超えた時も過去に一度あるんですけど、それもね、でもこのメーター読みで40ちょっと超えて、実際に給油して測ってみたら40まで届いてなかったっていう、ギリギリ届いてないぐらいな感じですね。なんで、まあ、平均するとね、結構ツーリング僕よく行ってるんで、平均燃費を出すと、まあその街乗りの31、32よりは良くなっちゃうんですけど、まあその燃費のね記録についてはね、この画面の上の方にね、全部貼り付けて載せておくんで、まあ今出てると思うんですけど、そうですね、まあ燃費に関してはね、やっぱり乗り方によってねだいぶ変わってくると思うんですね。個人差が出てくると思うんで、まあ、一概になんとも言えないんですけど、まあ、僕バーグマン200のオフ会でそのバーグマン200に乗ってる人をいっぱい話聞いてるんで、あ、僕のねこのバーグマン200は L6 なんですよね。2016年式を走行距離3キロの新古車で購入したんですけど、2017年にで、これの次のね L7 の方が燃費はなんかね聞いたところによるといいみたいなんですよね。まあそれもね、人それぞれの乗り方によって変わってくる部分でもあるんで、まあ絶対とは言い切れないんですけど、僕の知ってる限りでは L7 に乗ってる人の方が僕のこの L6 よりちょっと若干燃費が良かったですね。なんか排ガス規制のあれでね、 L7 からちょっとスペックが若干微妙にね変わってるんですけど、なぜかその燃費に関してはなんか L7 の方がいいような感じはあるんですよね。まあもうほんと若干っていう感じなんですけどね。なんでまあ参考にはなると思うんですけどね、一応まあ大阪の市街地の街乗りで31、2ぐらいっていうのはね目安にはなると思うんですけども、で逆にねリッター30を切ることはあるのかどうかっていうと、過去にもね1回か2回ぐらいね給油してからリッター30を切ったことはあるんですけど、まあでも基本的に僕が大阪の街中を乗っててもリッター30切ることはまあまずないですね。まあお住まいのね購入される方のお住まいの地域によってね交通事情も変わってくると思うんで、まあ参考にしていただけたらなと思うんですけど、まあ最初に言いましたけど、まあ、ざっくりまとめると街中で平均的に言うと31、32プラスアルファって感じですね、前後で。ツーリングに行くと、まあ、35から38の前後プラスアルファっていう感じですね。でも最大でよくて40いくかいかんかぐらい、まあ、このね燃費計の表示はね若干プラスいい方に表示されてるんでね、
ここでメーターで40いってちょっとねギリギリ 39. 点なんぼとかいう感じですかね。はい、ではね今回の動画は、以上になります。最後までご視聴いただいて、どうもありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。